お待たせいたしました。1月31日ようやく雪降りました。約10日ぶりの降雪です。久々に湯沢が城に戻りました。というわけでですね、月末ではありますが、本日、午前中の業務を一時休止いたしまして、いつもの通り出撃していきたいと思います。 Here we go。さあ、神楽への峠も真っ白に戻りました。池さん超ご機嫌です。やっほーやっほやっほー、白く戻りました。興奮が収まらねえぜ。除雪車出動ありがとうございます。久々の除雪車、池さん除雪車稼働中ありがとうございます。あ、おかげさまで安全に走ることができます。ものすごい、おはすげえ人がいる。神楽やばいね。神楽到着。出陣じゃ出陣じゃ、しかも今日俺はスノーボードだ。チビたちがいないパウダーの日は非常に激レアなスノーボードの日です。今日は1月31日月末なんでね、いろいろと本当は忙しいんですけども、午前中だけと割り切ってサクッとパウダー食ってシュッと業務に戻りたいと思います。こういうね、メリハリのあるルーティンが必要なんです。二拠点生活、いつまたロープウェイ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 。山も白く戻りました。今日はゴロも動かないらしいですよ、鈴木さん。まあでも久々のパウダーを楽しみましょう。雪質はもちろんですけど、フレッシュパウダーキュッキュッキュッと音がする感じ最高だぜ。ワンフット出発。ふー、コース内もパウダー、恵みのパウダー。さあ、ただいまの時刻は9時、はい、ここから滑りまして、まあ、がっつり2時間滑りましょう。11時に神楽のスキー場を出れば、駐車場には12時には戻ってこれる。そこから急いで片付けて降りれば12時半には麓のマンションに戻れますね、はい、今日はそういうルーティンで行きましょう。午後からはちゃんと仕事します。一発目、いいんじゃない。スミさん、私たち神楽20年通ってますけども、うん、このゴンドラ止まったの初めて。そうだね。今ですね。ああ、動き出した動き出した。多分本日強風なんですね。あの山頂方面は。なのでゴンドラを緊急停止したんだと思うんですけど、初めてだね。ゴンドラが止まったの。おー、びっくりした。初体験。気をつけてね。行けてラッキー。いやー、ラッキーだったね、一本行けて。やばいよ、パウダー俺より炭の方がうめ。やった俺めっちゃ下手くそだった今。いいパウダーだったね。いいパウダーでしたね。
どうだった？ちょっとね、底付きもするし、トラックも多かったけど、まあまあよかった。うわぁ、太陽出てきちゃったよ。めっちゃかっこいい。アフロのお兄さんと一緒のリフト乗りました。凍ってるアフロ久々に見たよ。楽しんでね。はい、ありがとうございます。いやいやいや。ナイスマン。順番を守れない外国人たちね。いいパウダー増えたか。おばちゃんはすぐ疲れたって言うから、こんなパウダーなのに。ヘモグロビン足りないから。足りてないのは、それだけですか？さあ、いよいよカグラ、さらに振りが激しくなってまいりました。これほら、粉積もっちゃった、リフトで。リフト乗ってる間に積雪1センチ。明日からの週末、これパニックになること間違いなし。本日のパウダー合宿終了。朝一にスキー場に来て11時まで滑って仕事に戻る。これが二拠点生活のメリット。ゴンドラの中で雪が降ってる。明日も神楽は雪だよ。さあ今日のカグラこのままですね、明日明後日にかけてガンガン降ります。なのでこの週末どこに行くか検討されている方、カグラまた苗場に来れば間違いないと思います。金曜の夜寝ずに出てこい。カモン。